メグロ記念は日本中央競馬会が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表上の名称は農林水産省商店メグロ記念と表記している。競争名のメグロは東京競馬場の前身で第1回東京優秀大競争が行われたメグロ競馬場に由来している。聖賞は農林水産大臣賞。 第126回目黒記念優勝馬、スマートロビン第128回目黒記念優勝馬、マイネルメダリスト第129回目黒記念優勝馬、ヒットザターゲット第130回目黒記念優勝馬、クリプトグラム第131回目黒記念優勝馬、フェームゲーム第131回目黒記念の優勝レート優勝馬フェームゲーム本競争は、 核内国中戦合衆参馬混合競争を前進とし、後に核内国産小馬競争の名称で行われていたが、競馬場を府中へ移転することが決まった際、メグロの名を長く後世に伝えるため、1932年に4歳以上の馬によるハンデキャップ競争としてメグロ記念が創設された。第1回東京有春大競争の6日前に、 1> 第1回競争が行われたことから、中央競馬に現存する重症競争としては最古とされているほか、日本の競馬におけるハンデキャップ競争としても最古の競争である。当初は、目黒競馬場の芝3400メートルで春と秋に年2回施行され、1933年秋から施行場を東京競馬場に変更。競争条件や、 試行距離は幾度かの変遷を経て、試行距離は1950年秋から2500メートルで定着。競争条件は1963年から春が5歳以上、秋が4歳以上の条件で行われていたが、1984年にグレード制が導入され、GII に格付けされた際、秋の競争が廃止され、年1回の試行となった。なおこの際、 廃止になった秋の競争は、アルゼンチン共和国売を同時期に、繰り下げの上、本競争と同じ GII に格付けし、東京競馬場、芝2500メートルでの施行とすることにより、事実上代替された。1997年には施行時期を2月から6月に、変更の上競争条件も4歳以上に、変更、2006年からは、東京優春と同日の施行となった。 2012年からは競争条件が4歳以上に変更された。1984年のグレード制導入にあたってはハンダキャップ競争だったこともあり、GII に格付けされたが、長い歴史を考慮し、GI にすべきとの声もあったとされる。外国産馬は1990年から、外国馬は2005年からそれぞれ出走可能になった。2020年からは、 地方競馬所属馬も出走可能になった。なお、本競争の優勝馬には、オーストラリアの G1 コーフィールドカップへの優先出走権が与えられることになっている。以下の内容は、2020年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、ハンデキャップ2017年の一着賞金は5700万円で、以下2着2300万円。 三着千四百万円、四着八百六十万円、五着五百七十万円。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。前述の通り、1983年までは年2回施行され、秋の競争も行われていた。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。 優勝版のバレエは、現行表記に揃えている。1944年は、能力検定競争として施行され、開門が優勝している。各界競争結果の出展。ありがとうございます。